こんにちは、宮沢まりです。今日は金魚すくいの冷麦を作ります。材料は冷麦、きゅうり、チーズかまぼこ、はんぺん、ゆで人参、ゆでオクラ、ハムで作ります。白いお皿にこんな風に笹を同じように置いて、そこにかき氷の入れ物とか可愛らしい花の容器、こういったものを使ってアレンジしてみます。サラダとつゆを盛り付けました。あとは冷麦とお天ぷらを添えれば出来上がりなんですけれど、出来たてを食べたいので、その前に冷麦を可愛らしくするためのアイテムを先にあらかじめ作っておきます。涼しげな絵柄というとやっぱり金魚ですよね。こんな金魚の型が市販されています。これを使って茹でてスライスした人参を切れば赤い金魚ができます。それからきゅうりを切れば緑色の金魚ができちゃいます。小さい型があれば小さな金魚も同じようにできますね。もしそういったものがなければ、こういう葉っぱの形のもので葉っぱを作ってもいいですし、葉っぱの形がないわっていう場合はハート型を使って人参を角を使って切るとこんな赤い葉っぱができます。きゅうりも同じようにハート型の一部分を使って2回クロスして使うように切るとこんな笹の葉ができますね。こういったものをトッピングしてあげると水面に金魚や葉っぱが漂っているみたいで、とっても涼しげな感じになります。サラダの方にも何かキャラクターを入れたいですね。お好みの動物でもいいですし、蝶々でもいいですし、金魚を狙ってる猫っていうのはいかがですか。こんな猫の抜き方があれば、ハムを切ってサラダの方に入れてみます。ちょっとそれだと怖すぎるわっていう場合は、蝶々とかお好みで作ってみてください。同じようにゆで人参を星型で抜いて星を作りました。それからハムをうさぎ型で、はんぺんはバターソテーして半分に切って、白い内側の方を出してからうさぎ型で切りました。渦巻き型のかまぼこはちょっと厚かったので半分に切りました。夏野菜でとても美味しいオクラは塩茹でしてスライスしています。これらを使ってトッピングしていきます。冷麦が茹で上がりました。よく冷やして盛り付けたら、これを先ほどのアイテムを使って金魚の泳いでるところにしてみましょう。彩りよく並べてください。葉っぱを使ってこんな流れがあるような風に盛り付けるとより涼しげな感じになります。こうするとなんかぐるぐる泳いでる風に見えませんか。なんだか楽しげな感じがしますよね。もう一つはうさぎをこの器の外側に沿うように入れて、顔だけで出るように並べてみます。こうするとちょっとみんなで集まってテーブルを囲んで お話をしてるみたいに見えませんか。差し込むだけですからすぐにできちゃいますよね。そしてさっき薄く切ったこのぐるぐるのチーズをと入れてあげると彩りも良くなります。そしてテーブルの上には星型の人参やオクラを散りばめて
かテーブルクロスの模様みたいにしてあげます。楽しそうになりますし、このそうめんの時にちょっと偏りがちになる栄養も追加できて一石二鳥ですね。金魚のいる水槽のそばのサラダにはさっき作ったこの猫ちゃんをレタスの前にこうやって入れてあげます。顔は特につけませんけど、すごく金魚の方が気になってる感じが楽しいですよね。そして揚げたての天ぷらをのせて、これで楽しい冷麦の出来上がりです。もう一つの方には腸をサラダにのせれば完成ですね。いつもさっぱりしたものばっかり召し上がっていると元気が出ませんから、楽しくするついでにタンパク質も補ってしまいましょう。簡単ですから、ぜひお試しくださいね。